どうも、Dチャンネルのデースです。いやー、ちょっと前になりますけども、先日の台風19号、まあすごかったですよね。皆さんのところは大丈夫でしたでしょうか。で、その台風が来る前日っていうのは、まあいろいろね、報道とかされてて、ちゃんとあの備蓄とかそういったのしっかりしてくださいっていうので、スーパーに行ったら、まあいろんな商品の棚がすっかすかになっていて、あーもうみんなすごい勢いでいろんな食べ物を買ってるんだなって思った中で、ふとですね、あのポツンと残っていた商品というのがありまして、ちょっとその時の映像をご覧いただきたいと思います。こちらです。はい、というわけですね、もうあまりにも残ってたんで1個買っちゃいました。こちらワンタンスープですね。これね、結構うまいと思うんですよね。スープが割と本当ラーメンのスープばりにしっかりとした味になってて、でこのワンタンもかなりツルツルな感じなんですけども、まあ実際のこのワンタンの大きさはだいたいこんぐらい、2センチぐらいだと思うんですけど、そうやって見てみるとこの写真の中チンゲン菜がちっちゃい感じですよね。もうものすごいなんか中心の部分を使ったんでしょうけども、まあその自分の行った店舗だけなのかもしれないですけども、まあなぜそれにされるのかって言ったら、まあ災害時の時に腹に溜まりにくいんじゃないかっていうのもあると思うんですよね。なので今回はですね、このワンタンスープを使って主食として食べられるようにアレンジしたいと思います。もうね、今回はめちゃくちゃ簡単だと思いますよ。まず鍋に油を注いで、今度火をつけて野菜炒めミックスを投入で軽く炒めます。軽くしんなりしてきたら水を注ぎます。このワンタンスープのついてくるこちらの粉末スープ、これをわさっと入れます。これがもう全部の味付けですね。で沸騰してきたらワンタンを入れて規定の3分間火を通していきます。で、ワンタンに火が通ったところで最後に卵を加えて、これで閉じれば、はい、こちらワンタンスープの卵とじ丼になります。うわ、ビロンってなっちゃった。まあここにお好みで粗挽きの胡椒とかかけてもいいかもしれないですね。いただきます。うん、卵ふわふわのワンタンツルツルでうまいっす。スープで全体に味付けはされてるんですけども、ワンタンはワンタンで中のあんにもその味付けはされてるんで、その噛み締めるとまた違った味わいが出てきて、その食べてて非常に楽しいですね。野菜もあらかじめ炒めることによってその油をコーティングされてコクが出て非常に美味しくなりますんで、で今回その卵を入れようか水溶き片栗粉を入れようかで迷ったんですよね。その溶き卵を入れる段階でその水溶き片栗粉で仕上げごま油とか垂らしたら中華丼っぽい仕上がりになるんじゃないかなと。その肉のあんのしっかりとした旨味にそのツルツルシコシコな皮がですね非常に相性いいんで、非常に簡単に作れますので、ぜひとも皆さん作ってみてください。